音楽好きですけど、でもなんて言うんだろう、僕そうだな、音楽が楽しいって DJ が一番楽しいですね。うん、反応もあるっていうのもあるし、いろいろと自分で人の曲なのにいろんなことができるから楽しかったりとか、うん、だから一番もっぱらいつも何やってんのって言ったら DJ 用のエディット作ってたりとか DJ 用の曲作ってたりとか、そういうことが多いですね。まあ仕事でもあるんですけど、うん、それか辛ラーメン作ってますね。きっかけ、まず最初に DJ というものにハマったんですけど、DJ 自身を見たわけじゃなくてミックステープっていうのが当時あって、今で言うとミックス CD だったり、あとはサウンドクラウドで流れてたりといろいろとするんだけど、そういったものの、ディスコで流れてたりクラブで流れてたものが、クラスメートのお姉ちゃんからダビングされたものを聞いて自分でやりたいなって思って、それで DJ を始めて、サンプラーっていうものと出会って、コンピューターと出会って、しっかり僕ピアノとか演奏とかできないけど、それでもできるなっていう、音楽を作れるなっていうところにハマって、でも原理はこのグリッドプレイも全く一緒で、シーケンサーっていうものがあって、そのシーケンサーで、このタイミングで何を鳴らすかっていう風に作るものなんです。昔だったら必ずピアノ練習しなきゃいけないとか、それを練習していかなくても音楽を楽しめる方法っていう、突破口っていうのはテクノロジーと、あとそれを作る人たちの知恵だと思うんですね。ドン、気軽に音楽を楽しめるっていうことを、してもらう。そして願わくばそれをきっかけにして、もっともっと深いところに入っていきたいっていう人たちが増えていく、なんか、ドアみたいになって、扉みたいになってもらえたらいいなって思ってます。